加藤です。アメリカのトランプ大統領のアジア歴訪が終わりました。この後北朝鮮問題はどのように展開するかというと、もう朝鮮半島で何が起こっても不思議ではないというふうに、言われております。最も早ければ年末ギリギリぐらいには何らかの軍事衝突の可能性は十分にあるという見方が日に日に強まっているかというふうに思います。いろんな方がいろんな説をおっしゃっている中で、いわゆる最悪の、日本にとって最悪のシナリオということについて何人の 方がですね、おっしゃっていることについて、日本に関することのみですね、これを重点を置いているのを3つ、紹介したいと思います。まあその論は、かなりみんな似通ってるしダブってくるんですが、まあそれはダブりはちょっとご容赦願うとしてですね、こういう話は今ありますよっていう、ご紹介したいと思います。韓国の統一日報の論説士官講師は、こう日本語読みですね、ムンジェイン政権で韓国は消滅する、韓米同盟もなくなる、結果として朝鮮半島は中国が握る、などと論説を書かれているそうであります。北朝鮮有事が目前に迫っており、11月中旬以降は何が起きても驚かないであろうと。それから西岡勉氏によると、米国の北朝鮮攻撃は海軍と空軍による攻撃に限定される。トランプ大統領は決して米陸軍を投入しない。韓国陸軍で北朝鮮、攻撃は十分と見ていると。問題はムンジェイン大統領である。韓国陸軍の出動を拒否する可能性があるとまで指摘されているんですね。私もこの点については全く同意するんです。もともとムンジェイン大統領は北朝鮮よりだと、北朝鮮の知性思想の信奉者だということはもともと言われておりましたが、西岡勉氏によると、ムンジェイン大統領の両親はそもそも北朝鮮の出身であるということもおっしゃっておりますので、韓国が北朝鮮に対して本気で、攻撃を仕掛けることはないのではないかということをおっしゃっています。それを推測させるようなことで言えば、国連安保理は今年9月11日、全会一致で対北朝鮮に対して、これまでになく強い経済制裁措置というものを採択しました。しかし、わずかその10日後、ムンジェイン政権は北朝鮮に対し800万ドル、日本円で約9億円を支給すると、支援するという発表して、関係各国の緊縮を変えました。ムンジェイン大統領の真の祖国は、北朝鮮ではないかと西岡氏は指摘されています。そんなムンジェイン氏であれば、対北朝鮮攻撃の、命令ですね、加盟を拒否するかもしれない。その場合は中国人民解放軍が進軍する、米国が金正恩を殺害し、核関連施設も含めて北朝鮮の軍事施設のほとんどを破壊した後、中国は北朝鮮に展開する、そして支配する、中国が支配する北朝鮮も悪夢だが、もう一つの悪夢も考えられる。それはムンジェインが北朝鮮の進軍を拒否すれば、米韓同盟が破棄される、米軍は韓国からこれによって撤退することになる、北朝鮮体質の朝鮮半島を中国が取り、これから幾世紀にもわたって日本を敵対するような朝鮮半島が生まれるのだというふうに西岡さんは指摘されていますが、私の心配もまさにここにあります。ソウルに100万人から200万人ぐらいの韓国人が住んでいるわけなんですが、日本ほど切迫した雰囲気はないと言われております。日本の方がまだ避難訓練したりとかそういうことありますが、韓国で避難訓練ほとんどやってない。なぜかというと、同じ朝鮮民族だから、そもそも北朝鮮は我々に核ミサイルは撃つはずがないと、我々は同胞なんだと
いうことを言ってる。これがある程度の説得力を持つからこそ、ソウルから誰も逃げようとしないという指摘は、全くそういうふうに思います。それで西岡氏によると、北朝鮮有事で我が国が最優先すべきは、拉致被害者の救出であると。自衛隊が救出に出動するのはもちろんだが、それだけでなく本来なら日本の未来を見据えて自由と民主主義の価値を共有する米韓両国とともに自衛隊が戦うのが最も良いはずだと。しかし韓国はおかしくなり、米軍は地上戦は消極的である。おまけに自衛隊は憲法に縛られていて拉致被害者を救出することはままならない、うんとあります。まさにここに憲法というものが非常に障害になっておるわけなんですね。もちろん憲法を変えたから言ってどうこううんということではありませんが、少なくとも安倍総理が提唱している憲法に現在の自衛隊の存在を明記すると、明記すればですね、関連法案というものを出しやすくなるということだというふうに思います。野党あるいはマスメディア全般がですね、そういう法律を変えればすぐ戦争をしたがるとか、戦争するためのって、もちろんそれは戦うために制約を取り払うための法律を整備しようということでありますが、ここで申し上げていることは、まず日本自身を守るためだということが一つ、それからもう一つは日本国民が日本の領土から第三国によって無理やり拉致されたわけですから、これを取り返すということは国権を回復するということに大変重要なことなわけなんですね。戦争しに行くわけではなく、日本国民を救出するしに行くわけである。そのために必要な法律は私はどんどん解決すべきだというふうに、思います。いや、もう一つ、これまたなるほどと思って読ませていただいた日本の悪夢の中でもう一つはですね、米国と中国の取引というものが存在するのではないかという、これは推測記事です。これが書かれたのはトランプ大統領がアジア歴訪する前、したがって北京での米中首脳会談がある前ですから、終わった後、実際その本当の内容はどうだったかということは全部公表されているわけではありませんから、よくわかりませんが、こういう懸念があるということをですね、専門家の間でこういう懸念をしている人がいるということについて、ぜひとも私はご紹介したいと思います。11月28日号のニューズウィークで、ビル・パウエルという米中関係分析の専門家が、トランプ大統領が北朝鮮問題で中国と大きな取引をするのではないかというふうに疑っているというふうにお書きになっている。そのビル・パウエルさんの分析は、これはキッシンジャー元国務長官が10月にホワイトハウスに招かれたと、それからそのスタートしているというんですね。パウエル氏は中国とアメリカの取引というのは内容的に一つ、中国は全ての手段を用いて金正恩に核計画を諦めさせる。二つ、アメリカが検証し納得する。三つ、アメリカが北朝鮮を正式に認め経済援助する。四つ、在韓米軍2万9000人を撤退する。この四つだというふうに言っています。在韓米軍の撤退は北朝鮮だけではなくて中国にとっても大変願ってもないことであると。しかし一方で韓国にとっては非常に危険をもたらすということを意味し、日本にとっては最悪の事態ということになるであろうということであります。しかしそもそもこの話を似たような話をしているのは現在のアメリカの国務長官のティラーソンです。ティラーソンは4つのノーというのが原則であるというふうに言っています。一つ目が北朝鮮の政権交代、いわゆるレジームチェンジは望まない。二つ、北朝鮮の政権は滅ばさない。三つ、朝鮮半島統一は加速させない。四つ、米軍を38度線より北に派遣しない。この四つのノーというものが原則だと言ってます。しかし、これは、寺田さんもちょっとおかしいですよね。これは、ほとんど北朝鮮の主張をそのまま、オウム返しに行ってるに私は等しいわけで、それがアメリカの国務長官の発言だというには、かなり私はこれおかしいんではないかな
というふうに、思ってます。しかし何よりも私は、こういう話をですね、ホワイトハウスに持ち込んでるのは、これキッシンジャーということなんですね。キッシンジャーは、が中国より、中国よりというよりも、中国の代弁者といった方が私は、近いと思うんですが、やはりその、キッシンジャーが中国の立場をもっと考えてやるべきだという出資のことを、繰り返し繰り返し言い、それが大統領にもの耳にも入っているということは、私は、今回、トランプ大統領が米中首脳会談でも、習近平国家主席に言いたいことも言えなかった、その大きな原因の一つはこのキッシンジャーの意見をトランプさんがあまりにも重用しすぎているのではないかという疑いを持っておりますし、それからもう一つ、キッシンジャーは日本に関して言えば私は一体どういうことなのかと、キッシンジャーが言うことをそのまま実現すればですね、その先には日本には未来永劫核武装を許さないというふうなおそらく考えがあるのではないかというふうに私は疑っております。キッシンジャーは明らかに中国の主張を代弁しているだけであり、トランプさんにもそう吹き込んでおりますが、しかし北京の代弁者としてのキッシンジャーが中国にとってはそれは重要人物でありましょうが、これが我々日本にとっては非常に有害な人物という言い方もできるわけです。キッシンジャーは習近平を目いっぱい持ち上げて、毛沢東が中国統一を、鄧小平が改革を、これに対して習近平は二つの百年というものを通して中国の夢を実現しようとしているというふうに、ある講演で語っております。この二つの百年というのは中国共産党が成立して100年にあたる2021年、あるいは中国が建国されて100年にあたる2049年、この2つの100年で中国はそれまでの人類が経験したことのないような強力な国家となり、並び立つものないほど豊かな 国民一人当たりの富を実現するなどと言ってます。これはまさに、習近平が言ってることであり、先日の共産党大会で3時間半も演説した中華民族の復興の夢というのはまさにこのことを指すんですね。やはりは私はそのように単なる中国の代弁者にしか過ぎない岸神社の言うことを真似受けてしまえば、トランプさんのあのような無様な米中首脳会談になりますし、日本にとっても大変有害だというふうに思います。本当にこの点は私は注意しなければならないというふうに思っております。加藤です。アメリカのトランプ大統領のアジア歴訪が終わりました。この後北朝鮮問題はどのように展開するかというと、もう朝鮮半島で何が起こっても不思議ではないというふうに、言われております。最も早ければ年末ギリギリぐらいには何らかの軍事衝突の可能性は十分にあるという見方が日に日に強まっているかというふうに思います。いろんな方がいろんな説をおっしゃってる中で、ムンジェイン政権で韓国は消滅する、韓米同盟もなくなる、結果として朝鮮半島は中国が握るなどと論説を書かれているそうであります。北朝鮮有事が目前に迫っており、11月中旬以降は何が起きても驚かないであろうと。それから西岡勉氏によると、米国の北朝鮮攻撃は海軍と空軍による攻撃に限定される。トランプ大統領は決して米陸軍を投入しない。韓国陸軍で北朝鮮攻撃は十分と見ていると。問題はムンジェイン大統領である。韓国陸軍の出動を拒否する可能性があるとまで指摘されてるんですね。私もこの点については全く同意するんです。もともとムンジェイン大統領は北朝鮮よりだと、北朝鮮の知性思想の
信奉者だということはもともと言われておりましたが、西岡勉氏によるとムン・ジェイン大統領の両親はそもそも北朝鮮の出身であるということもおっしゃっておりますので、韓国が北朝鮮に対して本気で、攻撃を仕掛けることはないのではないかということをおっしゃっています。それを推測させるようなことで言えば、国連安保理は今年9月11日、全会一致で対北朝鮮に対して、これまでになく強い経済制裁措置というものを採択しました。しかし、わずかその10日後、ムン・ジェイン政権は北朝鮮に対し800万ドル、日本円で約9億円を支給すると、支援するという発表して、関係各国の緊縮を変え、いわゆる最悪の、日本にとって最悪のシナリオということについて何人の 方がですね、おっしゃっていることについて、日本に関することのみですね、これを重点を置いているのを3つ、紹介したいと思います。まあ、その論は、かなりみんな似通ってるしダブってくるんですが、まあ、それはダブりはちょっとご容赦願うとしてですね、こういう話が今ありますよというご紹介したいと思います。韓国の統一日報の論説士官、こう日本読みですね。